野島 T リーグ3年目ラブオール。そうですね、だいぶ緊張してたんですけど、まあ、チーム昨シーズンと変わってで、まあ、後ろ向いたらめちゃくちゃ人数が多くてで、まあ、めちゃくちゃ緊張してたんですけど、その分なんかあの試合前とかもそのチームの方々が全然緊張をほぐすように笑わせてくれて、で結構思ったよりリラックスして試合に臨むことができて、最初からいいプレーができたかなと思います。そうですね、チームの目標はもちろんあの優勝しかないです。まあ、個人の目標としては去年は負け越してしまったので、今年はあの勝ちを多くしていきたいなと思ってます。まあそうですね、明日は1日空きますが、またこれからどんどん試合が続くので、まあ、選手全員いい準備をして、まあ、いい試合をして優勝目指して頑張っていきますので、リモートマッチですけど応援よろしくお願いします。初戦だったんですけど、すごい緊張してしまって、自分のペースにもなんなく、あの掴むっていうのができなくて、流れてこのまま行っちゃった、負けちゃったっていうのが、ちょっと悔しいなっていうのがあります。テンポが速いなっていうのを感じてて、すごいもう連続してこう失点するとそのまま1セット取られるとか、もう下手したらゲームそのまま持ってかれるっていうのが多いなっていうふうに感じてるんで、そのテンポが速いなっていうのはずっと見ててもやってても思いました。シーンとした感じでちょっと寂しい雰囲気だなっていうのはあるんですけど、やっぱこう自分で盛り上げたりとかっていうのが大事なのかなっていうのは、はい、思いました。あの一人一人 の, その応援の力っていうのはすごい大きなものだと僕も感じてるんで、これからも応援のほどよろしくお願いいたします。2戦目ということで、まあ、初勝利が欲しかったところですけども、まあ、残念ながら勝利とはならなかったんですけど、まあ、まず、収穫としてはまあダブルスが1勝できたことで、ちょっと、いろんなことにチャレンジして勇気を持ってプレーできたので、まあ、そこは評価していいかなと。で、まあ、シングルスもあと1点のところで、吉田が負けたりとか、まあ、あの初出場の田中が出れたりで、まあ、僕は全然でしたけども、まあまだフルメンバー揃ってないですし、そこまでにみんな修正して、やっぱりチーム一人一人の力がやっぱり必要になるので、みんなで頑張りたいなと思います。リベッツファンの皆様、いつも応援ありがとうございます。開幕戦に続き残念ながら勝利とはなりませんでしたが、また、みんなで気持ちを切り替えて、とにかくもう切り替えてやるしかないので、頑張りたいと思います。まだまだ長いシーズン応援よろしくお願いします。さあ、それでは試合のハイライトシーンをご覧いただきましょう。まあ、インタビューの中でも概要は振り返っておきましたが、ダブルス、吉村和弘と宇田、そして上田森園ペアです。これもね、壮絶な駆け引きが渡辺陸さんありました。そうですね、やっぱ試合前にこう、岡山リベッツ、このダブルスをやっぱ勝つために、はい、いろいろこう調整して、はい、先日を組んでたところがこう、まあ、まず1ゲーム目出ましたからね。レシーブですよね、はい、あの プッシュ、はい、まあ、ストップなんかうまく使いながら、はい、ただ最終的にはこう2ゲーム目でね、はい、またこう琉球ペアが得意のこういうパワーボールですね、はい、押してった、はい、でも最後このレシーブ、はい、これ工夫の中の一つだと思うんですよ、はい、今まであんまりこういうサーブ出してませんから、はい、さあ、そして今日のこの試合の重要なマッチでした木造と吉田、9対9まで絶対いく、はいはい、すごい試合でしたね、はい、最終的に決定はどういう要因でしたか。やっぱりもう3ゲーム目のずっと9ナインオールまで来てた3ゲーム目でこの最後サービスで終わってしまいましたよね。そうですね、ですからやっぱり気持ちを楽にした気作りの方が4ゲーム目やっぱりいいプレーが出て押し切ることができた、はい、あれがもし逆だったらとか、うん、まあ、次対戦したらまた分かりませんけどね、まあ、吉田もサーブミスを大事なところで2本出さされてしまう気作りの誘導ですよね。はい、しかし吉田の力を発揮しましたので、
これ木造りも連勝できるかっていうとそうでもないでしょうね。ああ、それはそんなに簡単じゃないと思いますね。第3マッチは吉村マナルキャプテンがインタビューにも登場してくれましたが、いやいや、別に胸を貸すとかそういう感じでは全然ないと言ってました。はい、相手は新鋭の田中。そうですね、いやもうしっかり声を出してずっと動いても積極的に攻めようというところをこうずっと、はい、意識して戦ってたというふうに本人話してましたから、はい、それがもう本当にずっと最後まで、はい、もう出すことができたので、はい、やっぱちょっとまだね、はい、田中選手ほろ苦デビューですけども、そうですね、はい、ちょっとこれを糧にして、はい、次戦以降でね頑張ってほしいですね。デビューはねなかなか緊張もするでしょうし難しいですよね。そうですね。さあ、事実上の現時点のエース対決、宇田と上田。いやこれはもう本当に、全日本優勝した時の強い宇田が、はい、出てきちゃいましたね。上田もうまくですね、はい、そのポイント外してその上田宇田がこう、リスク覚悟で来るボールをですね、はい、うまくこうミスに誘ったりとかっていうところで、はい、随所に見られたんですけどね、最後やっぱり押していきましたね、はい、ベテランの味ではパワーを全部凌駕するのは無理でしたね、はい、しかしこの食らいつきはさすが上田ですよね。そうですね、まあ、長い戦いですから今シーズン復活遂げるのは間違いないでしょう。そうですね。第1マッチダブルスを取られた琉球アスティーダが3マッチ連続して取りまして 3-1 で昨日に続いて連勝を遂げました。いやリモート